はい皆さんこんにちはこんばんはココミチャンネルのショーが今日はアメリカワシントン上空迎撃墜落をお送りいたしますよろしくお願いいたします、まあ、これは本当大事件にまあ属する情報ですねあのアメリカでですねもう6月のまああの5日になりますけれどもあのワシントンの上空でですねあのセスナ機が違法侵入ワシントン上空って基本的にあの軍隊 的なね、あの、属する飛行物体しか飛んではいけないんですよ。飛行しちゃいけないんですよね。まあ、早い話は、まあ、戦闘機と爆撃機のみ。あとは、大統領のエアフォースワンですよね。まあ、それしか飛んではいけないんですよ。なんだけれども、いきなりセスナ機が侵入。これ、緊急事態ですね。もう、緊急警報になりましたからね。で、ワシントンの、えー、街になったんではないですよ。これは、あの、ホワイトハウス、ペンタゴン。 緊急警報ですねでこれは攻撃を受けるんではないかということで、もう早いですね、アメリカはね、あの飛行物体がワシントンに入ってきて、2分後に F16 戦闘機が数機、緊急発進、でこれ F16 は緊急発進でもう最音速、要するにもう最高加速度。 まあもうエンジン全開、アクセル全開ってことですよ、車だったら。で、衝撃波がですね、すさまじいスピードで発進して、まあいきなり音速に達したので、もうそれはあの4機ぐらいですからね、その4機ともいきなり衝撃波が出たんですよ。音速に達すると、ドカーンっていうものすごい衝撃波が出るんですよね。その衝撃波がワシントンの首都ワシントン、街中に鳴り響いたって言うんですよ。 これはもう大変ですね。あの一般市民の方も空を見上げてね、一体何が起きてるんだっていうことで。で、セスナ機に対して F16 戦闘機が警告を発したんですよ。あの、要するにワシントンから出ろと。で、何でしょうね。乗ってた人が心臓発作なのか酔っ払っているのか何なのかわかんないですけど、なかなか出なくて、もう、あの、まあ、攻撃命令出たんですね。で、ワシントンで 攻撃、要するに街に落っこっちゃうといけないので、ワシントンって言っても,もう広いですから、あの、ちょっとずれて、まあ、街から少しずれたところで、いきなりミサイル発射。もう、あの迎撃ですね。攻撃して、まあ、墜落させて、粉々。映画さながらですね。映画のもうワンシーン見てるような状態ですよね。で、まあ、今、まあ、じ、まあ、あの、現地にね、 でまあ、軍隊ですよね、まあ、現場を検証している最中ということで、何者なのか、何が目的なのかはこれから分かるということですね。うーん、これはね、な、ま、ん、あ、でしょうね、何を考えて入っていったのか全く分からないですね。まあ、あの心臓発作でね、ちょっと朦朧として、本当はそこに入るつもりじゃなかったけど、飛んできちゃったのかもしれないし、まあ、理由はなんであれね。 あの、入っちゃいけないんですよ。入ったらもう撃墜、今回みたいなことになるということですね。有無も言わさずね。だってもしかしたら、そのね、あの、まあ、簡易ジェあの、簡易機なんですよね。あの、セスナの、簡易セスナ機なんですけど、簡単なね、作りの。だけど、あの、すごい中にね、ものすごい爆薬を満載していて、そのまま突っ込むかもしれないじゃないですか。わかんないですからね。うん、だからこれは、やっぱり、 打ち落とととさなななけければいけないということになったんですね、まあ、誘導して、まあ、みんなあの一般市民に迷惑がかからない場所で、まあ、ここだったらいいだろうということで、まあ、攻撃しろということで、まあ、墜落させて、事、まあ、なきを得たということですね。な、まあ、何でもなかったのかもしれないしね、分からないですよ、その侵入した原因はね、まだ何も分かっていないんですけど、これからまあ現場をまあ検証して、事、ま、実、あ、は一体どういう。 ことなのかというのを突き止めて発表がされるという話です。うーんねえ。まあ、不穏な動きですよね。まあ、世界中ね。何かこうやってね。まあ、間違いかもしれないけれども、何かこうやって少しずつ起きていって大きい戦争が再びまた起きるんですよ。まあ、世界でね。うんまあそういう方向でまあ、第3次ですよね。まあ、いつ勃発してもおかしくない。もうあの中国。 ね、あの台湾でアメリカと、まあ、台湾とか、まあ、NATO とかね、あのフランス軍もそうですけれども、あの演習していたらね、中国の軍艦突っ込んでいきましたから、危なくぶつかるところで、危なくそれをきっかけにしてね、もう大戦争になるところだったんですけど、あの本当にね、いつどこで何が起きるかわからないです、今、もう一瞬、何かこう、手違いがねあって。 あの、その、なんか、操縦してる人たちはそういうつもりじゃなかったけど、何かの手違いで突っ込んでしまったりね、あの爆破してしまったり、スイッチを押しちゃったりとか、事故が起きたりとか、で、相手方が悪く受け取って、これは攻撃と見なすって言って、戦争が始まるとかいうのは、もう、歴史上しょっちゅうなんですよ。だから今回、危ないですね。もうどこから始まるか分かんないですよ。どこからでも始まりそうなので。 まあ非常に危険な状態にあるということですね。まあ、緊迫して緊張しますよ、世界は。でも日本では、国内ではね、あのテレビとかラジオでは、そういうニュースはね、一切流れないということで、<laughs> びっくりですよね。まあ、平和を、嘘の平和を作り出しているということですね。まあ、それがいいかどうかね、別として。まあ、ね、何も知らないっていうのもいいのかもしれないですよね。知れば知るほど怖いですからね。 ということで、まあそういうことが起きたということでお知らせしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。